はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。デフテックのマイウェイ、ハワイの砂浜で聞きながらぼーっとしたいということで、今日もですね、ウィニングレバーアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウィレアプリあるあるはこちら、シンシンさん。もはやヒカックゲームズの動画に出たいがためにあるあるを探しにウィレを開くということでね、まあまあまあ、そう言ってもらえるのは嬉しいですよね。まあなんかね、ウィレ純粋に楽しむっていうのもいいんですけど、まあなんかそのね、ウィレやるきっかけの中に僕の動画がね、なんか理由になってたりすると、すごく僕としては嬉しいなっていうふうに思いますね。はい、ということで先週の6クイズいきましょう。今日はこちらの選手ですね。はい、この選手はですね、黒玉 CF の選手なんですけど、まあなんかこの選手使ってると、うわ、なんかこの人クロートっぽいって思う選手の一人ですね。はい、経歴とかも出しておきますので、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、皆さん大変お待たせいたしました。前からですね、新アイテムスキルトレーナーのですね、動画出す言ってて、なかなか出せてなかったので、今回はですね、そちらの動画やっていきたいなと思っております。で、スキルトレーナーっていうのは、この選手のアイテム仕様のところからですね、まあ追加できる、ここですね、はい、スキルが追加できるアイテムになるんですけど、これをですね、お話していきたいと思います。で、結構ね、作成するのに時間がかかったのは、やっぱりですね、スキルの数がすごい多くなったんですよね。2019で増えたりもしていて、だからこそどうまとめようか迷ってたので、ちょっと時間かかってしまったというところもあるんですけど、今回はですね、ちょっと2つの動画に分けようかなと思っていて、まずはですね、スキル自体の簡単な解説っていうのを、僕の方でできればいいかなと思ってます。で、まあ、スキルトレーナーで、このスキルおすすめって言われたところで、そもそもこのスキル何なのっていうのがね、分からなかったらちょっとあれだと思うので、そういったところでまずはスキルの解説をやっていきたいなと思います。今日の動画はですね、目次としてはこんな感じで進んでいきますので、はい、気になるところだけでも見ていただけると嬉しいなと思います。ということで、まずはですね、新スキルのお話をしていきたいなと思うんですけど、実はですね、ウィレアプリ2019になって、今回スキルっていうのが11種類新しく追加がされました。で、追加されたスキルがこちらになるんですけど、エッジターン、ダブルタッチ、足裏コントロール、ノールックパス、インターセプト、 PK キッカー、 PK ストッパー、そして高弾道パントキック、ライジングシュート、コントロールループ、ドロップシュートということで、まあシュート系だったりとかドリブル系だったりとか、いろんなスキルが追加されました。このですね、11種類のスキルの追加によって、今現在ですね、登録されてるスキルっていうのは全部で39種類になりました。はい、39種類ということでね、はい、ブルゾンチェーンみたいな形なんですけど、まあ39ということでね、まあこれだけでもかなり量が多いというのが分かるかなと思います。で、この39種類それぞれ見ていくのもいいんですけど、軽くですね、スキルをカテゴライズするとですね、分かりやすくなるかなというところで、僕の中で全部のスキルをカテゴリー別に分けてみました。はい、そうするとこんな形になるのかなと思っていて、これ結構分かりやすいですよね。大きくですね、ドリブル系、シュート系、パス系、守備系、ゴールキーパー系、そして、全選手共通、こんな形になるかなと思います。はい、まあどうだろうな、まあ見ていただいてなんとなく分かるのは、やっぱりですね、オフェンス時攻めてる時に発動するスキルっていうのが結構多めになっていて、逆にですね、ディフェンス時に発動するスキルっていうのは割と少なめになっているのかなと思います。ドリブル系、シュート系、パス系とかはまあ攻撃のところで、まあ守備系、ゴールキーパー系みたいのがディフェンスのところになるのかなと思います。やっぱ特にドリブル系、シュート系っていうのはかなりの数がありますよね。はい、で、まあ、だからこそ選手が保有するスキルに関しても、まあオフェンスの選手の方がね、結構持ってるスキル多いと思うんですけど、まあそもそもスキル自体が多いから持ってるスキルが多いっていう風な形になるのかなと思いますね。はい、で、当たり前だけど、逆にゴールキーパーとかは対象スキルがすごく少なくなっていて、だからこそ結構ゴールキーパーにスーパーサブつきましたみたいな話が結構あると思うんですけど、それって結局ね、対象のスキルが少ないからスーパーサブとかもつきやすくなるって話なんですよね。まあ対象スキルの母数の問題で、まあそういったところで、これをですね、まあカテゴライズして見ていくだけでも、なんとなくスキル追加のところのヒントが得られそうだなと思ったので、まあ軽くまとめさせていただきました。はい、で、そんな感じで大体スキルが見ていけたと思うんですけど、このスキルそれぞれ何なのかっていうのを、僕で結構生放送だったりとか、ツイッターとかで質問されるんですけど、結構役に立つのがですね、このゲームヘルプのところから遊び方で、この選手スキル、ここにですね、説明文としては結構いろいろ書いてあるんですよ。はい、で、ここに39種類全部の一応説明っていうのが書いてあって、ただですね、説明になってないスキルっていうのもあったりして、例えば、まあ、ダブルタッチとかは、名前聞けば技名浮かぶ方もいるかもしれないですけど、例えばね、ダブルタッチ、素早いダブルタッチができるようになりますってね、もうそのままやないかいっていう、ダブルタッチのまあ説明はないみたいな感じで、説明放棄してるのがね、このシザーズダブルタッチ、エラシコだったりするんですけど、まあ、それはね、覗いたとしても、結構ちゃんと見れば分かりやすい説明が多いかなと
思います。で、上からですね、ちょっと面白い系というか触れたい系で言うと、例えばシャペウ、これですね結構具体的に書いてあって、三日月ターンブーメラントラップができるようになりますっていう風に書いてありますね。で、ただですね、まあこれが現実的に実用的なスキルかって言われるとちょっと微妙なんですけど、こんな感じでね具体的に書いてあったりすると分かりやすかったりしますよね。あとはですね、アシューラコントロール、これとかもですね、どんなスキルなのって思われる方多いかもしれないんですけど、トラップやターン時にアシューラを使ったボールコントロールが増えますって書いてあるので、まあなんか特定のね技とか、なんだろうな、特定のフェイントが発動するとかではなくて、トラップとかターンとかにこうスムーズにボールコントロールができるみたいな感じですね。で、次、このヘッダーというスキル、これね結構勘違いする方が多くて、ヘッダーっていうとねセンターバックとかの選手にもついてることが多いので、ヘディングの競り合いが強くなるんじゃないかって思われる方も多いんですけど、実はここ読むとですね、そんなことはないっていうのがわかるかなと思います。で、説明文としては、ヘディングで正確なシュートを打つことができます、叩きつけも出やすくなりますって書いてあるので、これヘディング自体が強くなるわけではなくて、ヘディングでのシュートの正確性の問題らしいんですよね。なのでディフェンスで言うと、コーナーから上がってきたりとか、まあ、あとはセンタリング上げたりとか、そういった時の攻撃参加の時しか意味ないので、まあまあまあ逆にね、こういうところ知っておくと、まあ、スキル追加の時に例えばディフェンダーにヘッダーつけるの、あんま意味ないかなとかって考えができるかなと思いますね。で、あとはですね、まあ、シュート系、無回転シュート、ドロップシュート、ライディングシュート、この辺は割と分かりやすい説明がありますね。はい、ドロップシュートだとゴールキーパー手前でバウンドするような縦回転の鋭いシュートだったりとか、ライディングシュートだと低い弾道から飛び上がるような鋭いシュートとか、まあまあまあこの辺で結構ねスキル発動するのは難しいんですけど、まあ、説明としては割と分かりやすいかなと思いますね。はい、で、あとはね、ヒールトリックとか、正直僕サッカーとかやってないと、ヒールトリック、なんかあれかな、手品かなみたいな感じかなって最初思ってたりしたんですけど、これ読んでいくとですね、難しい体勢からヒールを使って正確なシュートパスができますっていう風に書いてあって、実はパスとかにも使えるっていうのがここでわかるんですよね。シュートで言うとなんかね、あのすごい体勢からヒールで打ったりすると思うんですけど、そういうのがこのヒールトリック持ってるとできるって感じですね。で、パスだともしかしたらなんか体の向きとか反対方向へのワンタッチパスとかにも強化されてるスキルなのかもしれないですね。まあまあまあこの辺パスにも影響があるっていうのが分かってくるかなと思います。で、あと他で言うとチェイシングですね。はい、前線から相手のボールホルダーに対して積極的にプレスをかけますって書いてあって、この前線からっていうところが大事で、チェイシングって一応ね守備系のスキルにもさっき分類したんですけど、まあ基本的には極力前線の選手につけるスキルになるのかなと思いますので、まあ一番いいのはフォワード系の選手で、その次ミッドフィルダーの選手で、ディフェンスの選手とかは多分相性悪いっていうのが、まあこの説明から分かってくるのかなと思います。で、あと他で言うと、このスーパーサブとかね、終盤で選手起用されると能力が上昇しますって書いてあるんですけど、これに関してはですね、公式の回答から後半開始からですね能力上昇が入るっていうのがもう明確に回答されてるので、はい、スーパーサブついてる選手は後半から起用してみてください。で、結構言われるのが、ディフェンダーとかゴールキーパーにスーパーサブってどうですかって言われるんですけど、基本的にあの辺のポジションって2019になってからスタミナそんなに減ることないので、交代枠に使うのがもったいないんですよね。まあ、なので基本的にディフェンダーとかゴールキーパーへのスーパーサブっていうのは相性かなり悪いかなとは思いますね。はい、で、次ですね、キャプテンシー、これも結構わかりやすくて、キャプテンとしてピッチ上にいることでチーム全体が疲労の影響を受けにくくなりますって書いてあるんですよね。で、これはですね、2018の説明だとチームを鼓舞しチームの調子を上げますって書いてあったので、それだと意味わからなかったんですけど、2019でだいぶわかりやすくなりましたね。なのでスカット編集のところからキャプテン任命していただければ、それがですねチーム全体の疲労度に関係してくるみたいなので、まあ地味に重要なのかなと思いますね。まあただ一人いれば十分なので、まあそこだけ意識してみるといいんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じでここですね見ていただければ、だいたいスキルの説明っていうのは分かってくるのかなと思います。ただね、見ていくとですね、結構効果が実感できなそうなスキルっていうのもあって、ノールックパスとかね、視線で相手を惑わせて意表をつくパスができますっていうね、ウイレアプリにまず視線があるのか問題っていうのが分かりますけど、まあまあまあ僕この前確かねポグパでたまたま出たんですよね。まあでもなんか実用的かって言われるとよく分かんないし、まあちょっとよく分かんないスキルですよね。あとはね、 PK キッカー、 PK ストッパーとかも今回搭載されたんですけど、あんまり実感はできなそうですよね。まあまあまあそんな感じのスキルもありますということで、はい、こんな感じになります。で、あとはですね、結構実際に確認してみるのもいいかなと思っていて、このですね練習のところから実際にスキルを確認してみると、なんとなく分かってくるところもあるのかなと思うので、実際に何個かですね僕の方でスキルを実演してみようかなと思ってます。はい、で、こんな感じでちょっとスカッと組んできたんですけど、まずはですねダブルタッチ、さっきダブルタッチだったと思うんですけど、メルテンスとか持ってるんですけど、はい、こんな感じですね。はい、普通に
フェイント出していただければまっすぐの、ね、進行方向にこういう風にフリックすれば、メルテンスだとダブルタッチ出ますね。はい、こんな感じですね。まあ、ダブルタッチはやっぱねドリブル系の中だとかなりいいスキルだと思いますね。抜きやすいですし、まあ、ダブルタッチルーレットそのあたりはかなりいいのかなと思いますね。はい、こんな感じでこれがメルテンスでダブルタッチ。エッジターンとかも試してみましょうか。エッジターン持ってるのがウォーカーですね。こういう感じで、ドリブルしてる方向で斜めにこう入れる、こんな感じ。この斜めにフリックするとこういう感じでエッジターンが出せますね。はい、まあこれもどうなんだろう、ドリブル上手い方とかだと割とやってくるというか実用的なスキルな気もしますね。こうやってグッとターンできるんで、ここからコンカ打ったりとか、まあそんな感じでエッジターンだとこういうイメージとか、まあまあまあ特にドリブル系とかは練習で試していただけるとだいぶイメージ湧くと思いますね。はい、ディバラだとルーレットとかね、はい、ルーレットまあ分かりやすいですよね。こんな感じでルーレットも強いね今作は。まあルーレットね、こういう方向とかを示しながら、ちょっと邪魔だな、オッケーオッケー、こんな感じでやると。で最近ですねすごい思ってるのは、このねトラップしたところからそのままルーレット出すのめっちゃ強いなと思ってて、例えばイグアインからパス来てディバラでそのままトラップして打つみたいなね、ちょっと今入らなかったですけど、これね結構上手い方やるんですよ最近。これ結構だるい、うん、僕あんまりねここのドリブルのとこ上手くないので上手くできないんですけど、そんな感じでトラップと一緒にルーレットみたいなの結構強かったりするので、まあそういうのもね練習していただくといいのかなと思います。であとはですね、低弾道ロブとかも試してみましょうか。これがねできるかな、ロベカルでこういうの、あ来たね、これ見て、ちょっと軌道が浮いてないじゃないですか。このね血を這うようなフライパスになると思うんですけど、これが低弾道ロブですね。はい、こんな感じ。普通にフンメルスでやると、あフンメルスも低弾道ロブ持ってるか、イグアインとかでやると分かりやすいです。はい、こんな感じで浮いちゃうんですよ。普通浮いちゃうんですけど、それでロベカルでやると、はい、こんな感じですね。ちょっと血を這うような感じね。はい、こういうのが低弾道ロブだったりします。あとはアウトスピンキックとかも試せるかな。ハメスで試すのが分かりやすいんだよな。ハメスだと左利きなので、左利き、まあ、利き足と同じサイドからカットインして打っていくとアウトスピンキックとか出ることありますね。こんな感じで、ほら見て、こういうのね、これがまあアウトスピンキックですね。ちょっと見方が邪魔で分かりにくかったですけど、例えばこういうところからこう切り込んでって、こういうのね、ほらアウトスピンキック綺麗に出ましたね。これがまあアウトスピンキックとかって感じですかね。まあこれは一応ねアウトスピンキックで言うとシュートだけじゃなくてパスとかでも出てくるみたいなので、まあまあまあそんな感じで、ちょっと一部しかね今回は実演しないんですけど、いろいろやってみるとねかなりあのスキルのね理解度も進むと思いますし、かなりいいと思いますので、ぜひやっていただければいいのかなと思います。ということでごめんなさい、結構ざっくりなんですけど、一旦こんな感じで、スキルの理解っていうのが大事だと思いますので、これを踏まえてですね次回は、スキルトレーナーについての動画を上げようかなと思います。使用上の注意だったりとか、あとポジションごとにおすすめスキルという形で、お話ししていくつもりなので、よかったら見ていただけると嬉しいなと思います。ぜひですねこの動画がいいと思ったらチャンネル登録そして高評価お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。